社加工中堅三条。みんなの力になりたい。私が天下無双？みんなのおかげね。成功したのね。この戦の先に平穏があると信じて。反乱軍は北条との戦いに勝利、海姫らを味方につける。だが風魔小太郎を取り逃がし、信長の力の謎に迫ることはできなかった。
そして妖魔を操る女ダッキ。彼女もまた腕輪を求めているというが、信長と同様目的は不明なままである。次々と判明する新事実を前に、反乱軍陣営は困惑していた。そんな彼らを嘲笑うかのように織田軍が劉備の本拠に攻め込む。反乱軍は急ぎ援軍を派遣した。劉備はすっかり取り囲まれておるのじゃ。信長は容赦を知らぬ。こうも立て続けに我らを攻めるとは。まあ今回の侵攻には事情がありましてね。信長の腕輪を狙っているという見たことのない青年が協力を求めに来たんです。自分一人では信長に対抗できぬと。しかし詳しいことを聞く間もなく、彼を追って信長が現れ、この有様です。もしや協力を求めてきたというその方はペルセウス殿ではありませんか。おや、よくご存知で。武田領が襲われた際、偶然ですが危機を救っていただいたのです。かつての恩、今こそお返ししなければ。劉備殿はあの砦に追い込まれている様子。ここからなら敵の目につかない。早く合流しましょう。仲間の危機なのじゃ。わらわも頑張って劉備を助けるのじゃ。バカだ。 なぜ劉備軍がこんなところに。撃は効くぜ。リハチコリニア、シェアスタート。ゴー、行くぞ。スッカー、やってみる。ドクサー打ち取りました。自由にならぬ体が憎い。強強な織田軍の前に壊滅寸前だ。劉備、これしきの力では信長に逆らうことも世を変えることもできぬ。全軍劉備を潰せ。私はなんと卑劣なんだ。元の世でここに何も変えられない。劉備殿、まだ諦めないでください。なんとか活路を開きましょう。幸い我らはこの辺りの地理には明るい。感動を見て撤退しましょう。分かった。皆力を合わせてこの死地を脱するのだ。緊急車、逃げたままで。信長様、劉備軍は撤退を開始したようです。いかがなさいますか。逃げるか。一人残らず打ち果たせ。まずい、早く劉備殿に逃げてもらわないと。まさかあの劉備と戦うとはな。息子の方はよく知ってるな。ひょうひょうとしているが
かなりの手だれだ。油断はできない。言っとくか、雷光連弾。一人では信長から腕輪を取り戻せない。行くとすか。そう思い、劉備殿に協力を求めたのでは。行くとすか。信長に取りつかれこのざまだ。すまない、私のせいで皆を窮地に。気にやむことはありません。今度は私がお助けいたします。信長様の命令です。ここで散っていただきます。見事だ、これからも頼みにさせてくれ。やります。やっと会えたというのに、わらわにも花のごとくちれっと。なぜあなたがそちらに。信長様に歯向かうなら見過ごせませんが。考えがあります。まず感動から敵を排除してください。おめえの策に乗るしかなさそうだな。感動に入ろうとする敵は俺が止めてやる。雪村、感服いたします。行くとっか。行っとくか。先行を見せるは恥だが、やむを得ん。絶対に誰も通さねえ。ここが延期と長飛の大舞台だ。うわあ、なんて強さだ。とてつこねえ。兄者のためなら体張るぐらいなんともねえ。さあ、命が惜しくねえ奴はどいつだ。すみません。奇襲します。拙者も手伝います。軍神のこの力、今こそ見せる時。軍神なのか。人間とは面白い異名をつけるものだな。師匠殿はもう撤退したようね。その分私が頑張らないと。あらてか、邪魔するならお返しをしてやらねば。見事だ、これからも頼みにさせてくれ。
劉備につく者は名伝入りず。信長、なんとか退けたか。あなたが真の三国無双です。するわけにはいかないの。ごめんなさい。やるの。褒めて取らすのじゃ。止めて。叶わない。平八これにあり。諸葛亮殿がいない劉備軍が相手だ。この私でも十分立ち向かえよう。やらがいなくてもわらわたちは十分強いのじゃ。行くとっすか。いい、はい。敵将撃ち取ったぜ。なんという武勇。敵将そこを動くなよ。この一撃は効くぜ。こんな見事に負けちまうとはな。やってみる。押して参る。大友のため押し通る。これは柴田勝家殿か。この雪村全力で当たらせてもらう。逃げるのが似合いだ。雪村、完璧いたします。
やっぱりここに来たのね。兵を伏せていたとは。もうこれまでか。いいえ、この雪村が最後まで劉備殿をお守りします。何かを変えるには力と覚悟が必要。そうだ、信長には覚悟がある。もちろん。あの人孤独な戦いを選んだ。劉備につく者はこの乱が撃ちます。君にやられるわけにはいかない。この世界の混乱を収めるためにも。これはまずいか。誰か援軍を頼む。やっかり。もはやこれまで。引かせていただきます。やりますね。これでも感心しているのですよ。おお、私の危機を察して来てくれたか。世話をかけるな。あなたとの死闘はお月様まで飛んでけよ。やりましたね。無事撤退することができました。なんとかなったか。これも皆の協力あってのことだ。劉備殿には迷惑をかけてしまったな。こんなつもりではなかったのだ。ふう、なんとかなったな。本当に危ないところだった。救援がなければどうなっていたことか。来てくれて助かった。礼を言うぜ。ホム、気にせずとも良いのじゃ。こんなひどいことをするとは。父上や信長は何を考えておるのかの。ふむ、その手がかりを握っているのはこの中でただ一人。そうだな。まだ詳しい話を聞けていなかったが、ペルセウス、お前は腕輪を取り戻したいと言っていた。信長の目的について何か知っているのか。いや、残念ながら。だがあの腕輪を作り皆をここへ集めた者の正体は知っている。オリュンポスを支配する主神ゼウスだ。ゼウス？聞いたこともありませんが。君たちとは別の世界の神だ。無理もない。ゼウスは強大な力と並外れた好奇心を持ち、これまで人間をもてあそんできた。全てを見通せる水鏡を使ってね。そして今度は君たちに目をつけたんだ。ゼウス、絶対的な力でオリュンポスの神々を、人間を支配する存在。ゼウスはある時奇妙なものを作り出した。蛇の化け物メドゥーサの髪を魔王の大釜で鍛えたというウロボロスの腕輪だ。それぞれに神の力を宿した8つの腕輪。私は嫌な予感を覚えて神殿に忍び込んだ。そこではゼウスが儀式をしていた。腕輪を使い新たなる世界を作るのだと。
このままではまた神の気まぐれに人間が巻き込まれる。そう思い腕輪を奪ったのだが、それに気づいたゼウスの娘、女神アテナはどこまでも私を追ってきた。そして命からがらこの世界に逃げ込んだものの、衝撃で腕輪を失ってしまったんだ。腕輪を探すうち、信長の存在にはすぐに行き着いたよ。だが彼は説得に応じず、それどころか容赦ない攻撃を加えてきた。あの力に一人で対するのはあまりにも厳しい。だから私は反乱軍の噂を聞きつけ、劉備殿を頼ったんだ。腕輪を集め、世界をゼウスの手から救うために。にわかには信じがたい話ですな。しかし信長が腕輪を使い驚異的な力を振るっているのは事実。奇妙な世界に巻き込まれていることもだ。ただなぜ我らなのでしょう。新しい世界を作り、ゼウスはどうしたいのですか。そこまでは私にもわからない。だがただ一つ言えることは、奴にとっては人間など玩具でしかないということだ。ゼウスの気まぐれに巻き込まれ、運命をねじ曲げられたものを私はたくさん見てきた。今度は別の世界の人間をもてあそぶなど許せぬ。けどよ、おめえはなんでそんな必死になってるんだ。遠いとこにいる俺たちのことなんて放っておいたっていいだろうに。責任を感じているからだ。ウロボロスの腕輪の元となった化け物メドゥーサを撃ったのは私だ。こんな使い方をされるとは思わなかったが、それに私はゼウスと人間の間に生まれた子、ほとんど会ったことがないとはいえ、父の過ちは息子の私が止めねば。ペルセウス殿、お前の覚悟立派なものだ。まだ見えぬことも多いが、これからは力を合わせて共に戦おう。劉備殿、感謝する。どうかよろしく頼む。ああ、延期と長飛様のお出ましだぜ。拙者は官兵、軍神の子なり。現直だ。とりあえず行こう。俺は執着。ペルセウスさん、実は私も腕輪を持ってるんですが、何も起こらないんです。どうしてでしょう。私も詳しいことはよくわからないんだ。力の発動には何か条件があるのかもしれない。ただ私たち以外の手に腕輪が渡るのは危険だろう。今は信長の目的もゼウスがどこにいるかもわからない。まずは腕輪を確保することが急務ですかね。ええ、
信長がこれ以上力をつけたら危険だわ。うん、何としても我らが先に見つけねばな。しかしどうしたものか。信長が腕輪を探させていたという忍び、彼は確か北条の手のものでしたね。氏康に接触すれば情報が得られるかもしれません。俺は先に偵察に向かいます。場合によっては戦いになるかもしれませんが、許可していただけますね。劉備殿、謙信殿。無論無意の戦いは避けたいが、腕輪が他の者の手に渡っては困る。どうしてもという場合は頼む。わかりました。では失礼。あの、私も皆さんと一緒に行かせてください。お父様に真意を問う機会逃したくないのです。わかった。そなたがそこまで言うのなら。なら俺も。姫様には世話になったし、ちょっと心配だしな。加工派さん、ありがとう。とても心強いわ。本当は父となど戦わせたくない。だが争いを終え皆を救うためには致し方ないのだろうか。君たちは仁義を持っているんだな。仁義？あ、あの不思議な武器のことでしょうか。偶然手に入れたんですが、あれは一体？この世界はおそらく腕輪の力によって無理やりつなげられてできたものだ。君や劉備殿の世界、そしておそらく私の世界も、その歪みに巻き込まれて仁義も出現したのだろう。ここはとても強い引力を持った世界だから。よくわかりませんが、これ使っちゃっても大丈夫なんですか？ああ、仁義には神々の力が宿っている。使いこなして戦いを有利に進めてくれ。